パンダのワーフリーは今年の4月かな。もうすぐじゃん。そう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 。なんか最近やったら増えてません。ポルトガルはとか。あ、ポーランド。ポルトガルも？ポーランドも確かあったかな。あ、ワーフリーがね。あ、最近。ここ1、2年の話だと思いますけど。ああ。いいね。まあ確かにやりやすいはやりやすいですよね。英語だけ喋れればやっとってくれる。はい、会社とかお店もあるでしょうし、いや、なんかアーチ君だったらどんな攻略するかなと思って、やっぱワープリ結構オランダ気になってる人多いと思うんだよね、うん、俺みたいな、いろんな人の立場からこう話を聞くと、聞くというかね、こんなね、機会ないんで、そう、なんかイギリス、ヨーロッパでイギリス多いじゃないですか、2年いられる、あ、そうだよね、オランダまあ1年で、うん、アーチ君はだって今、オランダ何年やったっけ？もう7年です。オランダ7年、そう、オランダ7年あのいた人があの思うそのワーフリーに対するこのね、思いがちょっとね、うん、僕自身ワーフリー使ったことないし、まあ知り合いにいる程度なんですけどね、はい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 、はい、でもなんかワーフリーでそのまま残る人ってやっぱ少数ですよねっていうイメージか、あるんですよ、ワーホリに対するイメージね、全体の割合としてそうだよね、うん、なんで、まあ、別にそれ自体がいい悪いっていうのはないんですけど、まあ、それはあらかじめなんか決めといた方がいいんじゃないかなって感じしますよね。1年1年なら1年、そうそう、ヨーロッパにいら、オランダのかヨーロッパのか分かんないですけどいられればいいやっていうあれなのか、もうそもそも長期的にいるつもりつもりなのか、ちなみにあのアツシ君はあのオランダでフリーランサー、一応え肩書きというか、肩書きは何やってる、カメラマンみたいな、あ、そうです、まあ今もフリーって言ってもほぼほぼあの雑誌の仕事ばっかりですけど、ああ、あのコーヒー雑誌のね、はい、はいはいはい、ただ最初の頃はそうですね、翻訳して、翻訳、まあ、写真を撮って、ライティングとかって感じですかね、書くことと写真撮ることを仕事してましたね。だから長くいるつもりであれば、オランダとドイツですかね、あのビザ取りやすい、比較的取りやすい。ああ、そうね、よく聞くよね、ドイツ取りやすいみたいな。その詳しいところはごめんくしはないんですけど、まあだから長くいるつもりだろう、ワーホリである程度こう人脈を作って、あ、人脈作りでね、うん、まあ、人脈作りで来るのもそうだよね、うん、でじゃあそこから、まあ、企業で働くって手もあると思いますし、フリーランスでビザを取りやすいっていう、っていうのはありなのかもしれないですよね。でもアーチ君来た時だってオランダ語とかも全然あれでしょ、なしでそのまま現地に、そうですねそれがすごいよね。いや、まあまあ、Kさんも一緒ですよね。いやいや、だって現地の企業で働いてるっていうのがすごいなって、あ、まあまあ言ってもまあ日系ですから、日系の企業ですからね。おお、もちろんオランダ人の人多い、多かったですけど、だからあんまりそんなこうやべどうしようみたいなのはもちろんゼロではないですけど、はいはいはい、想像してたよりはなかったですね。だいたいあのワーホリとかのこういう話をしてると、うん、なんか質問されるのが、うん、自分スキルも何も本当にないんですけどみたいな、うん、まあどこのほら質問にも、はいはいはい、どこのあれにもあるじゃんね、うん、アツシ君のなんて答える僕スキル私、うん、僕私スキル何もないんですけど、うん、オランダにワーホリに興味があるんですけど、うん、何かアドバイスありますかって実際なんか言われたら、なんていうの、もう行ってスキルを探すあ、結構あれだね、チャレンジタイプだよね。そうね、チャレンジタイプ。知り合いでフランスにワーホリに行った人がいて、はい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 、でも本当になんかあの申請の時にホリデーとしてこういうことを自分はしたいっていうのを書かなきゃいけなかったらしいんですよね、その申請の時に。ワーホリの、 あ、そうなんや、うん、はい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 、まあ、なんかその人はまあまあ、働くつもりではいたけど、はいはい、別にそこに何というかそこまで働くこと自体に根詰めて考えてたわけではなかったので、あ、まあ、なんかこう
まあ、おそらくだってワーホリって30歳未満とかですよね。そうそうそう、もし規定が変わってなければ多分20代ですよ、ね、30歳までだと思うんだよね。まあ、だったらなんか、ああ行ってスキルを身につけろみたいな、長期滞在のつもりで行くっていうのはありなのかなと思いますけど、もちろん生活費稼ぐためにってなると、じゃあ何するって話になると思うんですけど、うん、そうだね。ここら辺結構ほら人それぞれさ、みんな違うからさ、うん、そうですね。そう、俺は本当にもうあの何もないんだったら、うん、寿司アカデミーに行って、うん、寿司に、あ、まあ、寿司最低限のね、うん、こうな潰しをなんかこう、うん、でこっちに来てそれを使いつつ、うん、好きなことをするみたいな、やりたいことを探すみたいな。飲食店はでも飲食のスキルってまあ強いっちゃ強いですよね。いや強いどこでもいけるじゃないですか。強いと思うけどね、うん、特に寿司とかが俺の一押しなんやけど、うん、で言ってまあ接客を任されるっていうのもそんなにないのかなと思います、最初の頃は少なくとも、うん、だからそれ確かにありですね、飲食って。そう、そんなぐらいかなと思ったんだけどね。まあと、まあ、すでにフリーランスの人とかだったら楽ですよね。ただ場所が変わるだけだし。ああそうだね、うん、その税金の関係でどうなってるのか分かんないですけど、いくらすでに日本でフリーランスってことだよね、うん、はいはいはい、の人で、まあ、結構なんか何ですか、 東南アジアとかを1ヶ月いるとか2ヶ月いるとかっていう人の話も聞いたことあるんで、まあ、それが1年に伸びたっていうふうに考えれば、ああはい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 、住むとこ変わるだけで、ね、結構変わるじゃないですか。うん、もうアツシ君とかあれ結構ほらもう行きたいなって思ったら結構すぐバッてこうなんか行っちゃう感じ。ワンダー来た時は本当そうでしたね。その最初に勤めた会社の面接が、はいはい、でまあ受かって2ヶ月後にもうオランダ行くみたいな感じだったから、スケジュール的には。あ、2ヶ月後にね。はいはいはい、で。面接、親、家族に言ったのも面接受かった後だったんですよね。ああ、はい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 。それはなんか理由があるの？別に関係ねえなんで。いやまあ、受からなかったら別に何も起こらないから言う必要ないかなって思ってて。ああ、はい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 。で、なんかあの、もしかしたらオランダ行くかもしれないって言って、やっぱりなしになりましたって、なんかまあ、別にそこまで意味がないから。ああ、なるほどね。はい。まあまあ、別に親の意見がどうであろうと、自分のやりたいことは変わらないよね。そうですね。そうだよね。はいはいはい。で、まあ、親も親で、なんとなく自分のことを分かってくれるって、まあ、行くんだったら、体に気をつけてるみたいなぐらいの感じでしたね。なんか、いろんなことを言う人がいるから、ね、なんか、でもなんかいい親だね。いや本当そうですね。ね、なんか海外にいるとなんか昔やりたいことをなんか親に止められた組とそうじゃないかが結構分かれるんだよね。うち、まあ、その両親は海外に住んだことが全くなくて、はい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 、姉がいるんですけど姉もないんですけどの割にはすごい理解ある親だなって自分でも思いましたね、うん、息子だから。俺もね、なんかね、やりたいことをなんかやったらダメとかって言われたことないんだよね。僕はあんまその、ね、まあゲームやりすぎんだよとか、そのくらいの、その程度のことはありましたけど。そうだよね、まあまあ、それはあるよね。そうなんだ、ワーホリか。え、でもどうすんのかな。結構、オーストラリア、その、それこそコーヒー関係でいうとオーストラリアにワーホリ、例えばこうカフェ文化が発達してるメルボルンに行ってバリスタ、ああバリスタにね、に行ってみたいな。でもカフェによってはそのそもそもバリスタ経験がないとダメっていうところもあるらしくて、まあ、そうなるとやっぱり事前にスキルをつけておかなきゃいけないっていうパターンもねあるのかなと思うんですけど、二十歳ぐらいだったなんかオランダになんか行きたい人がそもそもいるのかなって思っちゃって、確かになかなか疑問があるんだよね。こうそこって感じがしますね。なかなか選ばないでしょ、だって、うん、そうでしょう。だから、まあ、最初はねオーストラリアとかそうそうカナダとかそうそうイギリス、大体英語圏じゃん。そうですね、ワーホリの目的はなんかこう、うん、
英語を学びたいっていう人がまず第一になんかいると思うんだよね、うん、なんかそうだから英語がネイティブじゃない国にわざわざ、うん、ね、そうですね、行くのかなっていうのもちょっとあったりするんだよね、うん、でもみんななんか語学学校行きながらそうだよね、バイトもしてるっていう話を聞くから、そういう意味ではいいのかもしれないですけどね、ポルトガルとか、はいはいはい、でもじゃあ語学学校行きながら、まあ、飲食店に働くとかでも全然いいと思いますし、結構何、1年って決まってるじゃんね、ワーホリって、はい、1年経った後のこととか考えるタイプなんですか、いや、僕、あの長期的な計画立てられないとりあえず行こうみたいな、まあ、行ってから考えようとまではいかないかもしれないですけど、でもそれに近いと思いますね。はい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 。でもいつからなんかこう結構行くタイミング重要じゃないですか。その、まあ、1年だから、まあ、一応一通り季節味わえるからいいと思うんですけど。はいはいはい、あ、特にオランダね、季節感大事だよね。なんか冬たどり着くかみたいなね、そう、冬に入って冬に終わるって若干寂しくないですか、はいはいはい、はい、そうだね、そうだね、それはね、この前もね、そういう話になったね、あやっぱ6月ぐらいじゃない、そうか、その楽しみを最後に取っておいて秋ぐらいにして、あそう、ね、最後に夏を、でも多分ワーホリ終わってなんかあのビジタービザというか、あの観光ビザが3ヶ月多分あるから、まあ6月に来て6月終わったら、まあ、9月ぐらいまで粘れるみたいな、多少そんな裏技あると思うんだよね、夏を2回楽しむって、 そう、うん、それ絶対大事ですね、大事だね、うん、それオランダは大事だね、スキル運より大事かもしれないですいかにあの日照時間が長い時間を、はいはいはい、過ごすかっていう、はい、そうだね、旅行行くのも全然変わるじゃないですか、夏場だったら大体どこ行ってもいい感じだし、そうだね、確かにそうだ、なんかおすすめポイントはありますか、オランダのこう、これがいいんじゃないみたいな、なんかこうしたら、うん、そう、こうしたらなんかこういいみたいな、ワーホリできたかな、そう、ワーホリできたかな、いやー、なんだろうな、なんか自分がオランダに感じてる魅力とか、うん、なんかまあ別にまあなんでも、まあ、俺たちね、吸わないからそれは分かんないからね、まあそうですねデザイン関係の人とかはね、あ、はい、デザインね、いいと思いますし、あとは、まあ、特にアイントホーフェンあたりなんかもいいのかなと思いますし、デザインスクール、うん、あとあれだ、あの音楽関係も、音楽クラシックとジャズが結構有名っていう、クラシックとジャズ、あ、クラシックも有名なんだ、オランダなはずですね、あ、そうなんね、うん、まあどっちかというとジャズですかね、多分で、あとはなんだろうね、音楽作る人とかもいるかもしれないですね、音楽を作る、はい、結構その EDM 系とかあってオランダの、まあ、DJ が有名だったりするし、ああ、はい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 、ヒップホップ系のレーベルもあるし、まあ、フェスもいっぱいあるしっていうので、デザイン関係、音楽関係だと、うん、まあまあオランダでも、うん、いいのかなって思いますね。そうか、うん、なんか他の案でどういうの出ました？え、いや、これまだちょっとしか話してない、あ、そうわかんないけど、まあまあ俺とかはほら、もうあの、なんていうか、スキルがちょっとあるから、うん、それをちょっとまあまあベースに、うん、それでなんかこう稼いでやるとかじゃなくて、それをまあまあなんて生活のまあまああれにして、はい、他にこうやりたいことでこうやりたいなっていうのもあるから、うん、あれだけど、若い子ってそうじゃないだろうなと思いつつ、うん、そうやりたいことって、うん、なんか分かってる人も多分少ないですよね、そうだよね、うん、僕もいまだに本当にそうなのかっていうのははっきりと分かってない気がしますし、やりたいことというかまあ、うん、目の前にあるやりたいことをやってきた結果が、そうそうそう、いや今になって、うん、本当にそんな、そうだよね、うん、一生通して俺はこれやりたいみたいなのってないよね、うん、なんか偉そうなおっさんとかよく言うじゃんいや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 、お前みたいな、なんか、うん、結局おっさんたちも多分ね、うん、なんかたどり着いたとこが今だけであって、いや、曲折あって、いやいや、うん、別に昔お前生まれた時からそう思ってたわけじゃねえだろって、うん、俺はずっと思ってたんだけど、うん、
だからその考え方としてはすごく効率的だし、一つのゴール決めといてそこに向かってこう詰めていくみたいな。そう、分かる。そうなった人いるのかなと思うけど、いや本当にスポーツ選手とかは分かります。あ、小学生、はい、中学生の頃からプロになりたかったです。だからすごい、すごいなと思うんですよ、その継続できる力が。ねえ、まあ、まあ結構特殊な感じだよね、ケースだと思いますけどね。大体みんななんか後付けガッチャンコになる気がするんだけどね。実際、わかんないですか、学校出た後ぐらいって。わかんない。どんな会社があるか、どんな仕事があるかもよくわからないし。そう、上司も選べないし。そう。ねえ、だからこそのとりあえず行くっていう、やっぱそうだね、考えてもしょうがないからっていうのはあります。確かにそうだね。お金がないとか言われたら俺たち何も言えないから、頑張ってちょっと1年ぐらい頑張ってお金貯めてくださいとか。お金貯めるとか絶対お金かかるからね。でも最初にかかりますね。その国を移動するって結構体力使うし、家探すのも結構大変だし、ね、家探し、そう、家探しのことも言ってたけど、いやないよね。いやっていうことしかなかなかできないですよね。そうだね、こうやれば大丈夫みたいなのって。まあまあ淳君はまあまあ昼バーサム、大体俺たちが言ってるのはアムステルダムね、なんかこう家探すときにこう家ないね、家ないねって言って、いや本当にね、ないないよね。一人で暮らすのは本当学生のぐらいしかないですよね。いや多分そうだと思うけどね。どんなあれがあるのかな。ファミリー向けの物件だからシェアしてる人ばっかって感じですよ。そう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 。そうか。あ、なんだろうな。なんか、あとワーホリ関係だと、他の国ならね、なんかまあいろいろ、ああワーホリなの、初めてやる。みたいなのがオランダがね、そう、だからもうちょっと詳しい情報を知りたいなと思うんだよね。そのなんかあの住所登録だとか、はい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 、BSN ナンバーがね、どうだとか、絶対銀行口座もいるだろうから、そうですよね。そう、なんかビザはワーホリのビザがあるから、それを僕どっち先だったっけな、まあ、もちろん登録してで、登録後に住所、あ、違う違う、銀行口座作って、で、まあ、口座がないと家も借りられないから、そうだよねっていう感じでしたよね。だからまあ最初エアビーとかにあるのかな。そうか、でも本当そうですよね。いや、そうかもしれないね。来た時はなんかエアビーになるかもしれないね。でもケイさんどうしてたんですか最初。最初エアビーで。ああそうですよね、最初エアビー。そう、僕はその転職のタイミングで来たから、たまたま会社が最初の 1,2 ヶ月住める家を準備してくれたんでありがたいこと。1、2ヶ月だけ、はい、その間に自分で決めろってこと。そうですね。ああ、そうなんや。あ、でもそれに関しては別に自分で何か予約する必要もなかったし、最初の2ヶ月。ああ、はい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 。だからだいぶ楽なケースだったのかなと思いますよね。ああ、そうね。だいたいなんか家探しでつまずきそうな感じするもんね。うん。しかもね、そのある程度あのワーキングホリデーの歴史があるカナダとか。イギリスとかオーストラリアとか、多分知り合いたどれば昔行ってた人に話聞くみたいな。ああ、そうだね、こともしやすいじゃないですか。で、そしたらそこからつながって、部屋空いてるよからどうぞみたいな話になる可能性あると思うんですけど、初回ってなるとそこもねなさそうだよね。ないそうだよ。でもオランダって聞いてみんなアムステルダムに住みたいんじゃないの、なんか若い子なんか。うん、なんかみんな、僕はこれだったら絶対アム住みたいですよね。いきなりなんかちょっと昼バーサムとかって行かないでしょ。行かないですよね。いやちょっとなんもないですけど、ね、マースに住むんですね、みたいな言われたら、また俺たちのするアドバイスとちょっと変わるんじゃないかなってちょっと思うんだよね。まあそれは本当目的を持ってる人はそういう街で選ぶとかっていうのもあるんでしょうけどね。マースが一人ね、素晴らしい大学があるみたいだし、そうそう、うん、それに向けてっていうのはあるかもしれないですね。あとワーホリからもうこっちの学校に入っちゃうパターン、はい、さらにお金がかかると思うんですけど、うん、そうそう、個人事業主に切り替えるね。そうそう、まあそれがそ、ね、まあ楽とは言わないですけど、
ビザをキープする上ではやりやすいですよね、多分。他、まあ、ワーホリ、大学卒業、やっぱり専門学校に卒業してて、ワーホリで、まあ、日系企業ってでもありだと思いますけどね、やっぱり入りやすいは入りやすいと思うんですよ、多分現地企業よりは。なんか駐在の人が多いじゃんね、日系。うん、でも最近減ってるみたいですけどね。あ、そうなの？駐在の人が。そう、なんか僕みたいなパターンで現地採用に来る人がいたりだとか、はい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 、まあ、そもそもマネジメントをもっと現地の人に任せるみたいな。あ、まあ、もちろん経費を削減するっていう目的もあると思うんですけど、そのまあ何年かしないしたら帰らないといけないから、うん、できたら現地の人の方がっていう感じ。そうですね、っていうのもあるでしょうし、まあ、そもそも、うん、そうですね、まあ、そもそも、もうそのポジションを、もともと駐在の人がついてたポジションを現地の人がやるとかっていうパターンもあるみたいですね。気になるのは、なんか物価とかも気になるかもしれないね。ああ、そうですね、生活費。だいたい生活費どれぐらいなのみたいな、うん。シェアでも、アムスの真ん中あたりだと、まず、住宅どんぐらいするんだろう。1000ユーロぐらいするんシェア、いいシェア、いいシェア、1800、700があればラッキーと思うって感じですよね、うん。700あればラッキー、まあ、1000出せばある。1000って言ったら日本円にしたらシェアで12万ですね。12万ちょっとぐらいでしょ、うん、シェアで12万ですね。ちょっと都心離れたら4人家族住めるわみたいな感じですよね。いやいや、本当そうだよね。シェアで12万、これ結構アムスの現状かもしれないね、うん、そうですね。で、まあ、学生だと多分そのスチューデントハウスみたいなところに住めるから、あ、一人部屋で持ち家にも行けるはずなんですよね、はいはい。ただそれが語学学校でカウントされるかどうかっていうところまでは分からないですけど、っていうのが一つでしょう。まあ電車もそこそこ高い、高いよねと思いますね。日本と比べても高いのかな、うん、僕の家がアムスから電車で20分ぐらいで、何もディスカウントないと 6.5 とか。何分ぐらい、20分ぐらい、アムステルダムまで20分ですよ、20分ぐらいで 6.5、まあ、7ユーロぐらい、1000円しないぐらい、しないぐらい、1000円しないぐらい、うん、20分ってだってって話じゃないですか。あ、じゃあ往復したら2000円ぐらいするってこと、1800円ぐらい、まあ、まあそうですね、作ってくるの、そう考えて結構高いねですよね。僕はなんかディスカウントみたいなのやってるんで 40% オフで取れるんですけど、はいはい、オランダにはそうあるんですよね、そういうなんか年間50ユーロぐらいで、うん、オフピークで乗れば 40% オフで乗れる。あれ結構賢くないですか、うん、あ、なんかこう通勤通学時間、うんうんうん、朝の6時から9時まで と、夕方の4時半から、あと4時から6時半とか、4時から6時半の間はディスカウントカード持っててもフルの金額払わなきゃいけないんですよね。ちょっと人数減らし、コントロールしたんですね。そう、僕結構賢いなと思って。だから僕も大体、別に時間が決まってない用事の場合は、ピークタイムを避けるようにしてます、ね。はい。まあ、多いもんね。し、まあ、単純に電車も混んでるしっていう。5分前にはでもチェックインはできるらしいよ。あ、そうですね、できますね。あ、そうなの、できます、できます。知ってた、俺ちょっとドヤ顔で言ったけど。電車乗ってますからね。知ってたね。トラムもなんかちょっと安くしてくれたらいいんだな、40分ぐらい。トラムあんまり意識してないな。トラム1回というか、まあ、1時間乗り放題で 3.2 ユーロかな、今。紙のチケットですよね。紙のチケット。そう、紙のチケットを高くしてますよね。うん、結構。ですよね。どさくさに紛れて高くしてるんでね。その交通費はそうでしょう。外食どうですかね。僕なんか、例えばイギリスとかに比べたらなんか安い気がするんですけど、あ、まあ日本にいる人はどうしても日本と比べがちだけど、日本が安すぎるから、うん、もうなんかこう比
較対象になるんですね、うんうんうん、もちろんそれはね、日本人だから日本食好きだし、うん、なんかこうね、あの日本のなんかこうとんかつ定食だとね、600円、700円ぐらいで食べれるかもしれないけど、うん、もうオランダだと1500、600円ぐらいは普通だもんね。600円って何食えますかね。あ、逆にね、5ユーロぐらい。5ユーロ、5ユーロですよね。5ユーロだったらもう、あのあれだね、あのフレンチフライとかポテトとか。ああ、ポテト、そうですね。ポテトとか5ユーロで、レストランに、なんかお店に入って5ユーロないんじゃない？ないと思います、ね。豆腐食べる。あの、ほら、突き出し系な、はいはい、なんかあの、豆腐ぐらいなら食べれるけど。マックのセット買えないですよね。買えない。買えないね。意外と高いもんだって。うん。そう。なんか、あれなんだ。あ、7、8ユーロすんのね、みたいな。結構するじゃん、みたいなね。あるよね、やっぱね。5ユーロは何食えるかな。ポテトさんですね。5ユーロって言ったら600円、600円、それぐらいね、うん、だってスーパーで買う出来合いのサラダで多分4、5ユーロぐらいしますよ。はいはいはい、そうだね。それが多分一番栄養的にはマシなんだろうけどって感じで、ちゃんとしたプレートみたいなの食べられないですよね。いや、無理でしょ。全然無理ですよ。なんかあるかな、思いつかへんかな、んかそんぐらいですよ。焼き鳥2本いや、きっと、あの、さて、そう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 、あ、まあ、もしかしたらインドネシアとかスリナム系のレストランに行って、あ、スープがサオトスープ、そう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 、サオトスープ、スリナム系のなんかあのデリみたいなところでちょっとイートインスペースもあるところだと、そうそう、まあ、もちろんちゃんとしたレストランそれ行った人だけど、うん、なんていうのかな、こうほぼ2ゴーして帰ってよみたいな、うん、家で食うために買うみたいな、そう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 、座らないでよみたいな、まあ、座ってもいいけど別に、うん、長居しないでよ的なところ、うん、そうですね、その辺だと5、6ユーロでもまあお腹満たせるぐらい食べられるんですけど、確かにそう言われてみるか、そうですね、物価結構気になるでしょ、うん、ね、確かに。マックスターバックスで何頼めるというか飲めるのとか、トールサイズいくらとか、ね、うんうんうん、ビッグマック指数とかでもありますし、ね、そうそうだね、うん、あるよね、ビッグマック指数ね。あと何言ったの、逆に安いのがあるのかな、なんか、あ、ある、はいはい、あのライブが安い、音楽の、音楽、ああ、それはあの音楽好きな人には多いですね、うん、まあ、もちろんヨーロッパだからっていう、そのなんていうんですか、アクセスしやすいっていうのもあると思うんですけど、例えば日本だと、まあ、本当にきっとドーム公演になるだろうなみたいなビッグネームで、まあ、日本だと多分悪い席でも8000円とか払わないかんだろうっていうのでも、まあ、キャパが3、400人ぐらいの、まあ、別にそんな大きくない会場で40ユーロぐらいで見られるとかっていうのはありますね。結構人気というか、本当に世界中で知られてる、知られてるぐらいのバンドとかアーティストでもそのぐらいで見られるっていうのは朗報だね、それ。僕かなりそれは最初テンション上がってました、ね、あ、なるほどなるほど。ちょっと音楽系が俺あんまり知らないから、そういうのあるしかいいよね。それはすごくいいと思いますね。で、こうもう一個音楽関連だと、いや、お金関係ないんですけど、オランダ人の人、結構有名な人のライブでも後ろのバーにお酒買いに行ってて、あんまり前詰まってないんですよね。だから好きな人、え、そうなの？全然行きますね。あ、そうなんや。僕前あのビーザーっていうアメリカのバンド、昔から好きなバンドが、はいはいはい、でユートレヒトにその人たちのライブ見に行ったんですけど、はいはい、それもチケット多分3、40ユーロぐらいだったんですよね、はいはい、で、もうほぼ時間楽器室に行って、もう行ったら会場オープンしてて、はい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 、で、まあ、前座が始まって、前座の時はなんか友達と飲んだりしてて、後ろの方で聞きながら飲んでて、で、始まったなぐらいで徐々に前詰めたんですけど、最終的に前から2、3列目ぐらいで見られましたもんね。ああ、どんどんなんか入れ替わりで、はあ、シュ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 みんなビールからっていうのは音楽好きな人にはいいかもしれないですね。これは朗報じゃないですか、うん、音楽好きな人には、まあ、あとはあれですね、あの
ヨーロッパ圏内を旅行するときはもちろん安いよねって話ですよ。あ、旅行ね、イージージェットとかあるから。じゃあちょっと最後になんかワーホリで来ようかなと思っている人になんかありますか、アドバイス的な。とりあえず来いみたいな。僕今それ言おうとしてた。とりあえず、ああ、とりあえず来い、お前だったか吉日。ああ、そうですね、そういう人もいますからね。だからね、うん、うん、まあただあの責任は取れないですけどね、もちろん。いや、でもなんかたまに責任っていう人いますけど、歯みたいな思わないよね、何言ってんだろう。そんな無責任なとか責任がとか知るかよと思うんだよね。その人のね、話聞いて行くっていう決断をしてるのも本人ですからね。そうそうそう、結局行くって決めてるの自分だしなと思って、責任ってどこまでが責任なのかな。そんな無責任に行っちゃえとか言うなよ。いや、そう。いや、俺なんかも行きたいで行っちゃえばいいじゃんみたいな思うけど、いろいろね、みんな、あの、自分の人生を生きてないから人のせいにしたい、うん、まあ、死なないですかね、なかなか。そう、ね、そう、死ない。もうきつかったら別に半年で帰っても誰も文句言わないし。いや、そう合わないのと思ったら別にそれはそれで、まあ、失敗ではないしね。いや、全然ですよね。失敗ってなんかそういう、なんかこういうことを言う人がいるから、うん、余計にちょっとやりづらくなりますよね。全然失敗がない。だからちょっとね、だいぶ長い旅行ぐらいで、ぐらいの距離がむしろいいかもしれないですよね。あ、そうだね。別になんか何かを達成するために行くんじゃなくて、こう楽しみに行ってるんですけど、ぐらいでかいかもしれない。あ、素晴らしい。素晴らしいですよ。みんなこれで、あ、ちょっとワーフリー行こうかなと思った人増えると思います。まあ、責任は取れないですけどね、重ねて。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ではでは。